コフレゼミナールチューターの赤塚です。今日は三軒茶屋駅南口 A からテンプル大学ジャパンキャンパスのテストセンターへ向かいたいと思います。それでは行きましょう。まず出口を出たらまっすぐ進みます。この薬局に着いたら右方向へ曲がります。横断歩道に突き当たったら渡って右へ曲がってまっすぐ進んでいきます。こちらの表示が見えたら左へ曲がってまっすぐ進みます。こちらがテンプル大学のジャパンキャンパスのテストセンターとなります。間違えなければ大丈夫です。それではテストも頑張ってください。バイバイ。